とれど、そこは一面褐色の熱い土地である。石造りの民家、プエブロやロバ、オリーブの木、キューポラ型の井戸が散在している。まるで平野から出し抜けに花崗岩質の岩山が隆起し、その上に家が一軒一軒くっつき合って立っているようだ。そしてその下には褐色の岩の割れ目を褐色のタホ川が流れている。だがトレドの町そのものに関しては、私は本当にどこから手をつけたらよいのか困ってしまう。古代ローマ人かムーア人か、はたまたカトリックの聖王についてか、やはりトレドは中世の町だから、中世の町は本当は何から始まったかということから始めよう。つまり町の門からだ。例えばそこにはビサグラ・ヌエバ、新しい蝶つがいの井という名の門がある。いささかマリア・テレジア時代風のスタイルで、明らかに等身大以上もある大きさのハプスブルグ王朝の家紋である相当の和紙がついている。まるで我がチェコの町テレジーンやヨゼフォボに通ずるかのようだ。しかしながらそこはアラバール、バスエの井と呼ばれる地区への入り口で、いかにもバスエといったように見える。それから続いて太陽の門、プエルタ・デル・ソルと呼ばれる第二の門の前に出る。そこはまるでバグダッドにでも来たかのような雰囲気だ。だがそのムーア風の楼門をくぐると雰囲気が入れ替わって、その先はこの上なくカトリック風の町の通りへと続く。この町は二軒おきに教会が立ち並び、血を流すイエス像やエル・グレコの華麗な祭壇画のついたてが飾られている。さらにジグザグに曲がったアラブ風の小道をさまよい歩いていくと、鉄格子の向こうにパティオと呼ばれるムーア風の小さな中庭が見える。そこにはトレドのマジョリカ焼きのタイルが敷き詰められている。そんな風にしてあなたはワインかオイルの匂いを背負っているロバたちを避けながら、美しいハーレムのような鉄格子の窓を覗き、まるですっかり夢の中にいるかのように歩いている。まるで夢の中にいるかのように。そうしていくとあなたは七方ごとに立ち止まることになるだろう。かつてスペインを支配したゲルマン系の西ゴート族の柱があるかと思えば、次にはモサラベ人の壁がある。そして誰にでも妻や夫を見つけてくださる奇跡の聖母マリア様もいらっしゃる。さらにはムデハル人の塔ミナレットと要塞に似たルネッサンス風の宮殿があり、ゴシック風の家やプラテレスコ様式、スペイン風のルネッサンス建築装飾様式の金を散りばめたファサードのあるモスク、そして左右に耳を広げたロバも通り抜ける狭い小道、見事な陰影を作り出しているマジョリカ焼きのタイルを敷いた中庭を覗いてみると、植木鉢に囲まれた小さな噴水があり、つぶやくように歌っている。むき出しの壁と鉄格子の窓に挟まれた窮屈な小道を覗いてみる。空を見上げる。大聖堂を覗く。それらは皆ありとあらゆるもので装飾されている。彫刻され、切られ、鋳造され、床に敷かれ、のみで削られ、彩色され、刺繍が施され、精巧な細工を凝らし、金箔をかぶせられ、さらには宝石を散りばめられたりなどなど。こうしてあなたはまるで博物館の中を見て回るかのように、一歩ごとに立ち尽くすことになる。あるいはまたまるで夢の中にでもいるかのように。ここにあるものすべては何千年もかかって作り上げられたもので、アラーの炎のような文字、キリストの十字架、インカの黄金をはじめ、さまざまな歴史や神や文化および
民族の息吹がそれぞれの特徴を表しながら、最終的に何か幻想的に融合されたものなのである。すべての歴史と文明がトレドの岩山の固い手のひらの中に収まっているのだ。ごくごく狭いある通りでは、人間の鳥かごのような鉄格子の窓からトレドの街が俯瞰できる。青空のもとに平らな屋根が一面に波打ち、褐色の岩山の中にアラブの街が輝く。屋根の上に庭園と親密で快適な生活を思わせる甘く怠惰な中庭パティオ。ここでもし私があなたの手を取って、私が見たトレドのすべてを案内しなければならないとしたら、まずきっとこのジグザグの哀れな小道の中で迷ってしまうだろう。だがそれでも構わない。なぜならそこでも私たちは柔らかい蹄で敷石の上をコツコツと響かせて歩くロバたちと行き交い、マジョリカ製の開けたパティオや階段を見るし、それに第一いろいろな人間たちに出会うだろうから。それに美しい馬蹄型のアーチを持つ白く冷たいムデハルの礼拝堂も見つけるだろう。しばらく行けば岩山があり、それがまっすぐに下ってタホ川に落ち込み、素晴らしくも厳しい光景が眼前に開ける。さらにまたデル・トランシトのシナゴーク、ユダヤ教会。それは弱々しげで不思議にデリケートなムーア風の装飾で飾られている。そして他にも多くの教会がある。例えばグレコの名画、オルガサ博の埋葬が飾られた教会、またはムーア風のこの上なく美しい夢のような十字廊下のある教会、そして宮殿のような中庭のある病院。門の前にある教会には巨大な翼のような帽子をかぶった物静かな海女さんたちと小さな孤児たちがたくさんいる。孤児たちは互いに肩につかまり合って長蛇の列を作り、アントニーノとかサントニーニョ、聖なる男の子とかなんとか歌いながら教会へと行進していく。そこにはまた彼らのための薬局があり、きれいにエナメルを塗ったポットとジョッキが置いてあって、その情報にはディヴィヌス・クウェルクス、神の死の実やら 何やらのスピカホとかラテン語で書かれている。それらは古い研究用の薬だ。ここで大聖堂についてだが、どうも定かでない。そこへは確かに行ったのだが、その前にトレドのワインやベガのワインなど首筋を伝わって流れるほどのワインを、さらには治療用の油のように濃いワインを味わったので、夢でも見ていなかったか、またはそれほどごちゃついていなかったかどうか保証できない。そこには極めて多くの品々があった。確かに覚えているのは、贅を尽くしたミニチュア細工と気も遠くなるほどに高い天蓋、絞りや、そそり立つ鉄格子、千もの彫像のある飾り板、壁玉の欄干、上部に彫刻のある三次会員の椅子、下から、横から、また後方からの眺め、グレコの絵画、未知の領域にとどろき渡るパイプオルガン、太っていたり、ひだらのように干からびていたりする三次会員たち、大理石が敷き詰められた礼拝堂、彩色された礼拝堂、黒い礼拝堂、金色の礼拝堂、トルコの軍旗、天蓋、天使像、燭台と城塞服、情熱的なゴシック様式と情熱的なバロック様式、プラテレスコ様式の祭壇、高くて暗い炎天井の下にあるチュリゲーラ様式、スペインの後期バロック様式の異常に盛り上がった透かしが、無意味で驚くべきものの混成、燃えるような光とゾッとするような闇。そうだ、
多分私はただ夢を見ていたのだろう。きっとそれは教会の笑い椅子の上で見た凄まじく混乱した夢だったのだろう。宗教美術というものがこれほどの多様性を必要とすることも他にはありえないだろう。さて紳士よ、いささか食傷気味となったこの造形美から逃れて、トレドのあちこちの小道で息抜きをしたまえ。トレドの名物たちよ、きれいな窓窓、ゴシック様式の小さなアーチ、ムーア様式の二連アーチ窓、アヒメス、のみで削られた格子窓、銃眼付き胸壁を持つ家々、子供たちとシュロの木のパティオ、アスレホス、タイル張りの小さな中庭、ムーア人やユダヤ人やキリスト教徒たちの小道、ロバたちのキャラバン、日陰のダミン。お話ししておきたいが、これらの多くのささやかな物事よ、君たちの中にもあの豪華絢爛たる大聖堂の内部と同じようにさまざまな歴史がある。この世で最良の博物館は生きた人々の街路だ。ここはまるで別の時代に迷い込んだかのような感じがすると誰もが言いたくなるだろう。だがそれは適切ではない。実際はもっと不思議なものだ。別の時代ではなく過去にあったものが現存していることなのである。もし今ここであの紳士が剣を腰に帯び、あそこであの神父がアラーの神の文字を解説し、あの娘さんがトレド風のユダヤ娘だとしても、あのトレドの小道の壁と比較してみれば、それは少しも不思議ではなく距離のあるものではない。私が別の時代に到着したと感じたのは、実は別の時代なのではなく、単に非常に素晴らしい奥深い冒険の世界を旅しているに過ぎないのだ。トレドのような世界を、スペインの地のような世界を。